始まりました。さあ、今日はですね、あの上司の松本康兼さんをお迎えしまして。まあ、上司者の魅力と、それから、まあ、上司さんに投資をした背景というところを。まあ、グロービスキャピタルパートナーとの高宮よりお話しさせていただけたらなというふうに思っております。改めて、松本さん、高宮さん、にどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさて、早速始まりました。 ということで、まずはですね、簡単にお二人から自己紹介いただけたらなというふうに思っているんですけれども、まずは松本さんから簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、えー、上質株式会社代表取締役 CEO の松本、えー、です。あの私はですね、えっ、ー、とラックスル、えー、という会社を2009年に創業して、ええー、まあ2018年に一度ええー、あの18年に上場をし、19年にあの一部今のええプライムええに行き えそして上場企業の CEO として5年間あの経営をした後、2023年、えー、CEO を、えー、ステップダウンして、あの今、えー、2020年に立ち上げた JOSIS、えー、という会社の CEO で、えーと、時間でいうと、ほぼ98%、9%の時間を JOSIS に、えー、今、えー、フルコミットしているという形の,、えー、あのシリアルアントリプレナーになります。 はいありがとうございます続いて高宮さんからも簡単に自己紹介お願いしますはいクロービスキャピタルパートナーズの高宮ですまあ、いわゆるあのベンチャーキャピタルスタートアップに投資をしてまあ本当にスタートアップが世の中を変えるとかあのーまあ、ユニコーンオロカデカコーン1兆円になるようなところを応援していくような、えー、仕事をしていますで松本さんとはですねもうかれこれ10年以上知っていていろいろ まあ、タイミングとかうまく合わなかったりとか、なかなか一緒に投資をして仕事をさせていただく機会がなかったんですけども、今回はもう本当に、まあ、大きなチャンスというところでご一緒させていただいたというところになっていますよろししくお願いします。 よろししくお願いしますさて早速自己紹介していただいたんですけれども改めてこの松本さんこのまあ上質の創業経緯というかもともとラクスルをやられていたところからなぜこの上質を創業するに至ったのかというところを簡単にお話しいただいてもいいですかありがとうございますあのまあラクスルもともとラクスルからスタートしてハコベルという物流のウーバーの事業ノバセルというテレビ CM の、えー、事業を立ち上げてそして4つ目の事業として上質をあの私自身で立ち上げたというのが 最初のスタートになっていて、なぜ上質を始めたか、えー、でいうとあの、コロナですあのコロナになって2020年の4月、えーまあの、ストレスも非常に大きかったんですが、えー、やはりこの3月までみんな対面で、えー、会っていたところから 3, 3月末、東京都の緊急事態宣言出て、えーま、これ日本中だと思うんですがあの、翌日から翌週からもうほぼみんなが、えー、リモートワークにあの切り替えた。 でこんなに早く人ってデジタルに対応することができるんだというすごく大きな感動を覚えたのと、ま、やっぱりコロナ中に、えー、じゃあスラックを使う量がすごく増えて Zoom を使うようになって、えー、ミルを使うようになってさまざまなクラウドアプリを使うようになりましたまたあのパソコンが壊れてしまうともう、えー、働けなくリモートワークだと働けなくなってしまうというこの IT が、えー、このクラウあのリモートワークを支えている、えー、状況、えー、が あのまあ、コロナによって誕生して、まあ、コロナ中多くの起業家がそうだったようにこのポストコロナの世界って、えー、どうなっていくんだろう何が新しい事業として、えー、作られていくんだろうでその中で何かチャンスないんだろうかということをずっと考えていました。で、えー、そうした時にやっぱりこの今のコロナによって働き方が大きく変わったと。 リモーートワークになってきたまあ、あのー、7月8月から少しずつ動,か動けるようになってきたあともやはりあのハイブリッドワーク週に1日会社に行って残り4日はあのー、家から働くというこのハイブリッドワークが、えー、ベースになってきた中でこれは日本だけじゃなくてアメリカでもヨーロッパでもオーストラリアでも中国でもインドでも世界中で今、えー、起きた。 同時に起きた状況で世界中の人が同じパソコン同じクラウドアプリを使っているこうやって Zoom を使って HP、Lenovo、Apple を使って働いているという中でいうとこれは世界が変わった問題でからこそ生まれた問題で世界中で直面してこの問題を解決するこのリモートワークのインフラを作っていくというテーマを えー、作っていくことができれば世界の課題を解決できるんじゃないかなということで、えー、まあ上司という会社を始めて、えー、ですのであのちょっと後からありますけど今回はあのにあのラクスルはもう完全にドメスティックな日本のお客様に向けた、えー、事業を伸ばせるもん運べるもんですねただ上司は、えー、デイワンからあの世界中のお客様、えー、世界中の企業の課題をか解決していくサービスを作ろうというところであの例えば えー、私のコファウンダーはインド人です。で、そして今、 あのリ,モえー、リモートワークの中でも実はあのテクノロジーを作るのを全てインドで作っていて、えー、日本のお客様にその作ったテクノロジーを届けるというところで、まあ、最初1年ぐらい、えー、かけて、えー、そうですね20人から30人ぐらいの組織に、えー、なったんですけど、まあ、あのその時、えー、日本人が実はあの1 2割ぐらいで8割がインド人とでそれも日本人同士も合わないインド人同士も合わない完全にハイブリッドなリモートワークで組織を大きくしてしっかりと プロダクトを作って、あのーまあ、PMF までさまざまな検証をしていくワンチームで。えー あのそれを実行していくということをやってきたというところで世界のお客様に向けて、えー、サービスを提供する基盤をデイワンから作っていくそういった組織をデイワンから作っていくというここに非常に今回、えっと、私としては強い思いを込めてあの、まあ、このコロナによって生まれた世界がある種小さくなったあのインドと日本が毎日ミーティングできるようになったコロナ以前だとフライトを調整して3ヶ月に1回しか会えなかったところが毎日ミーティングができるようになって でそうやって生まれた組織でこの世界の問題を解決していくというこういった思いであのジョーシスを始めておりりますありがとうござい今す。あの今上司を創業していただいた経緯というところとあと思いというところもお話しいただいたんですけれども本当に簡単で構いませんので改めてこのプロダクトの内容だったりとか、まあ、どんな事業をしているのかということも少し簡単にお話しいただいてもよろしいですか。 ありがとうございます。え、j o の授業はですね、あの、今申し上げたとおり、えっと、クラウド、あの、ハイブリッドワークの前提となる IT を、えー、管理していく、運用していく、えー、プラットフォームです。えー、皆さん、あの、パソコンを家で使うことあると思います。えー、Slack を、えー、使うこと、Zoom を使うこと、えー、さまざまなアプリケーションを使っていると思います。これらのアプリケーションは、あの、情報システム部、えー、IT オペレーションのチームが管理しているんですが、あの、この、 以前だと、えー、オフィスに、えー、パソコンを取りに、えー、来てくれるところから、まあ、あの配送しないといけなく、セットアップして配送しなきゃいけなくなった。えー、以前だとクラウドアプリって Google、Microsoft、まあ、Go とか Google とあのいくつかの、えー、アプリケーションだけだったところから今、えー、20、50、えー、100と、えー、たくさんのアプリケーションを使うようになって、じゃ1人の社員さんが入ったときに、この社員さんの、えー、セットアップをするのに、 50個別々のダッシュボードに行って、セットアップ、えー、権限をつけて、えーあの、これできましたとお伝えすると。で、じゃあ、あの彼女が別の部署に、えー、いてあの移動すると、全部この権限を、えー、付け替えないといけないと。こういうあの IT のオペレーションがクラウドの爆発、そしてリモートワークに乗って、 とても複雑になってきて、結果的に企業も IT の管理を実質的にできていない状況が生まれています。これは中小、小さな会社からそれこそ日本を代表するようなグローバルで事業を展開する大きな会社まで全ての会社で今起きています。日本だけじゃなくてアメリカでもシンガポールでも我々のお客様はみんなここに課題を抱えています。上質を入れると全ての IT を上質とつないで えー、上司から、えー、全体を把握することができる、ワンクリックですべての、えー、アプリケーションを発行する、削除する、また、えー、部署を移動すると、その権限を付け替える、新しいアプリケーションを付けるという、IT オペレーション、えー、ハードウェアとソフトウェアの、えー、コントロールのせん、えー、センターになるような、えー、システム、これが上質になっています。 ありがとうございます。あの今まさにこうジョーシスというプロダクトの内容だったりとか、まあ、そこがどういうピンを解決するのかという話もお話しいただいたかなというふうに思うんですけれども、この後はですね、今度、高宮さんに、まあ、このジョーシスというプロダクトに、まあ、なぜ投資をしたのかというところ、あるいはこの魅力というところもぜひお話しいただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。これはもうですね、松本さんが今おっしゃった Day1 からグローバルに挑戦してもグローバグローバルに挑戦しても、グローバル で、勝つことにコミットしている。そのチャレンジの大きさ、面白さに尽きると思ってます。あの純粋にベンチャーキャピタルという投資家目線で見たときに、そのクラウドが普及。一気に普及して、リモートワークも当たり前になって働き方が変わったよね。その中で新しいオポチュニティが出てきている。しかもそれがあの大企業から smb まで、もしくは日本から世界までみたいな。 割と世の中全共通のニーズであって、ワンプロダクトで世界を攻められる、取れるっていう、そのオプチューニティーの大きさみたいなのっていうのは、もう非常に大きくて、まあ、日本を代表するシリアルアンプレプレーナーの松本さんが、楽するじゃなくて、ジョーシスにコミットして、そこを狙う、もうなんか、ユニコーンどころじゃなくて、本当に1兆円のデカコーンを狙える、下手すると10兆円狙えるみたいな。 世界観のチャレンジなんで、そこはもう大きなチャンスだし、大きな、何ですかね、チャレンジとしての楽しさっていうのがめちゃくちゃあるんじゃないかなと思ってます。なので、なんかこれ、投資家目線じゃなくてもですね、やっぱり Day1 からグローバルで、世界中のそのマーケットをどう攻略するのかっていうのを考えるチャレンジであったりとか、松本さんがおっしゃっていた、その Day1 からグローバルに対応した組織を作っているから、 コファウンダーをはじめとして組織体制がグローバルになっているグローバルスタンダードの組織になっているその日本の中のドメスティックな会社の中だとなかなか体験できないグローバルの組織でなんかこう自分もその中に入るっていうチャレンジであったりとかもう本当に SMB から大企業までいろんなお客さんのニーズを叶えていくっていうチャレンジだったりとかいろんなチャレンジがすごく眠っている会社でその中でもう のスタートアップならではの自分で価値を定義してやり方も考えながらなんか最良の幅が大きくなってけん結果を出していくでさらに言うと松本さんとかコファウンダーのサンジェとかそのグローバルレベルで見た時のめちゃめちゃイケてる企業家の横に立ってまあチャレンジにできる自分の成長機会があるっていうのはめちゃくちゃエキサイティングなあの会社なんじゃないかなと思って投資をさせていただいた なんなら投資だけじゃなくて自分元の一部の一部に同じ船で乗せてもらうのってめちゃめちゃ自分にとっても楽しいんじゃないかなと思ってあの投資させていただいたっていう感じですね。なるほどありがとうございます。なんかその観点でいうと多分お二人その、まあ、投資をするというところにおいて多分議論とかもいくつかされたというふうに思っているんですけれどもなんかその時の印象だったりとか逆に言うと松本さん側からこう高宮さんにピッチをした時の印象だったりとか何かそういうのってあったりされるんですか そうです、ね、あのなんかあのちょっと裏話に、さっき高宮さんからあの以前、ラクスルにも、えー、と投資検討していただいたのが実は2012年、えー、と、えー、14年と、えー、なあ,のありました。で、その時あのうまく、えー、ああの合わなかったというのが、えー、あってで、今回ですね、実はあの去年、2023年の えっと、4月にシリコンバレーでグロービスさんの、えっと、イベント G1 というイベントの、えー、G1 シリコンバレーというのがあってでその時にちょうど、まあ、あの9月にシリーズ A b A, A を我々行ってで数字がめちゃくちゃ良くてあこれはいけるなという感覚が。 あのかなり力強く、えー、持ってた、えー、ところだったのでじゃあもう一回あのファイナンスしてしっかり世界で戦う体制を作ろうという話をしてで高宮さんとその日あの、まあ、あのホテルの外の、えー、立ち話をあので寒い中立ち話をしていてでそうした時にあのやっぱりこのグローバルに対するチャレンジを応援してくれるっていうところがすごく えっと、お想像これはあのなんか多くの投資家の方って実はグローバルのチャレンジっていいんだけど成功角度が低いからあんまりあのやらないでくれっていう声もあの例えば上場企業として経営をしていると、えー、海外やるっていうとあの株,価売株売られるんですよね。<laughs> でそういうのがあの前提だった中で,あので高見さんがすごく応援していただいてその後あととてもサポートしてかなりクイックに投資を えまで、えー、持ってきてていいただいてでこれは本当にうれしかったなというのとやっぱり今あの高宮さんからお話しいただいたようにチャレンジを応援する、えー、し我々もあのユニコーンを作ろうという気は一切なくて最低でも、えー、デカコーン、えー、っとできればもう10倍、うん、え大きな 会社でそれからグローバルスケールで、えっと、展開できるっていう、うん、あの会社を作ろうという目線で、えー、今やっているので、まあ、その目線をあのリスペクトしていただけたというのはあの本当に、えーまあ、あの最初話をしたあのもうビビッとというか、まあ、5分とかそれぐらいですよねそ,それぐらいで、うん、あのしっかりとなんかここがかみ合ったというのは、えっと嬉しかったなと思ってます。 なんか、そのジョーシスって、すごくこう、もちろん松本さん個人が核になってるんですけど、松本さんっていう,こう社長創業者を超えて、いろんな人がグローバルに大振りしてチャレンジするプラットフォームになれると思うんですよ。その僕ら投資家としても、日本からグローバルでかつスタートアップを輩出したいっていうチャレンジをするところの受け皿になってくれて、同じ船に乗せてくれるし、なんかこうね、ねえ、 僕ら個々のプロフェッショナルがグローバルで活躍したいからグローバル企業を体験したいとか日本人だけど世界で活躍人材する人材になりたいみたいなところもイネーブルしてくれるプラットフォームだと思うのでなんかすごいいろんな人のチャレンジの背中を押してくれるっていうプラットフォームの仕組みであったりカルチャーをまともさん作ってるっていうのが多分すごい僕ら投資家としても巻き込まれちゃってさっきの裏話的なところで言うと あんまりこういうことを言うと、あのプロセスどうなってんだとか、投資家の皆さんに怒られちゃうかもしれないんですけど、うね、もう会って、ちょっと実は考えてるんですよって聞いて、外で寒い中聞いた瞬間、ちょっとイレギュラーなんですけど、ピッチ資料もないんですけど、たまたま今日パートナー全員いるんで、一回ピッチしてくれませんかみたいな感じで、次の日の朝早朝7時とかから、松本さん来てもらって、3時もうピッチしてもらって、もうほぼそこで。 なんか方向感としてぜひお願いしますみたいな感じのことをこっちから言わせてもらって、まあ、あとは結構まあちゃんとチェックオフするべきここは確認しなきゃいけないみたいなチェックをするんですけど大きな方向感としてはそこで握れてやっぱりそれは僕らの会社もそうだし僕個人もそうだし他のパートナーもグローバルでチャレンジしたいっていう思いがあってそれをなんか上司すっていう大きな器が受け止められるだけ大 のの大きななななんかかかビジョンを描いいいててたらっ思ますあの実はちょうど私もですねそのシリコンバレーの地にいてちょうどあの時でなんか高宮さんとかパートナー陣がざわざわざわっとしてるの <laughs> な,んかなんかあったのかなみたいなぐらいな感覚でちょっと見ていたので <laughs> ちょうど後からその後にあの時あのジョーシスをあの検討していたっていうことが分かったので当時はなんか。 サトナの皆さんがざわざわしてるぞみたいな感じで思っていて、まあ、その時にそ,それぐらいの温度感で、ね、話が進んでいったのだななんていうことをちょっとお話を聞いていて思いました。ありがとうございます。うんまあ、でもね、ベンチャーキャピタルとしては本当に日本を代表するその起業家の松本さんが世界にチャレンジするって言ったら、そら応援しないわけにはいかないでしょうっていう、松本さんを応援しないで誰を応援するのっていう、そういう多分もうそれぐらいのなんか。 日本初という意味ではチャンスなんで、ぜひ松本さんには日本を背負って、なんか頑張ってほしいみたいなのがあるんで、本当に日本人として他のジョインスを考えられるようなメンバーも、日本から世界に出る、なんかパスとして、ジョーシスを得ないでどうすんのぐらいの話だと思うんですよね。 いやもうそれは本当ぜひ皆さんにもねお伝えしていきたいなというふうに思っているんですけれどもまさに今の観点ですねまあ、今後あのこう上質がさらにこう成長を目指していく中でやっぱりこの上質の魅力っていうところとあと今後目指していく方向性っていうところをぜひあの松本さんからもお話しいただけたらなというふうに思っておりますそこにあの下宮さんからもコメントがあればぜひあのお話しいただけたらなというふうに思ってますありがとうございます。 あのまず、えっとえーそのまあ、魅力というとなかなか難しいかもしれないですけど、他ではない、えー、チャンスだという、われわれ独自の、えー、独自性でいうと、すみませんあの、ちょっと1枚だけあの資料を使った方が多分見やすいと思うので、資料を使わずにと言われたんですが、いやはりこのグローバルという観点は、非常にわれわれの独自性にあのなんじゃないかなというふうに思っています。 これ、例えばですね、あのーまあ、あの今申し上げた、なんでナンバー2が、えっと、日本人じゃありませんと、で彼は日本に、えー、来たのが上司に入った後、初めて、えー、来たというようなところで、で彼はあのーえー、もともと、あのーまあ、インド工科大学、えー、にあのいた後に、さ、えー、まざ、あえー、まああのー、な、 IT 系の、えー、US のアメリカ、の US の、えー、IT の会社ですね。えっ、ー、と例えば、えっ、ー、と出る EMC であったり、あの出る、えー、EMC とえっ、ー、とハニウェルか、えー、とか、あのそういうまああの EMC 時代はクラウドやってましたし、ハニウェル時代もああのまあ えー、エレベーターの統制システムの,あのソフトウェアの、えーまあ、R&D のヘッドとかグローバルヘッドとかやっていて、まあ、そあのアメリカがすごく長い、えーまあ、かつマネジメントでエグゼクティブ経験の長い人間でした。マイク・デルとかにレポートをするようなポジションで、えー、ずっとやっていた人間になります。で,ですのでこの、まあ、なかなかこの一切日本と関係ない人と,、えー、っとスタートをするという会社はそんなに多くないのかなということと、えー、っとこれ あのチームなんですが、まあ、ここ見ていただいての通り、あのまあえー、そのインド系もいれば、えっと、アジア系もいれば、東南アジア系もいれば、あのまあ、いわゆるそのアメリの北米の、えー、メンバーも、えー、たくさんいて、あの人種もさまざまですし、性別もさまざまですと。今、170名ぐらいいるんですが、あの 100, えー、100名インドにいて、10名。えーっといあのー えー、ベトナム、えー、ベトあのホーチミンにいますまたアメリカシンガポール日本も今40名から50名ぐらいの規模、えー、になってきました、えー、ということで、あのーまあ、日本を中心とした、えー、日本人が世界で戦うではなくてグローバルのベストチームを作ってワンチームで世界でサービスを提供していくということを非常に強い、えー、思いとしてやっていてですのでオールハンズもあのインドのチームがのー がオフィスに集まってて日本のチームが集まってて、シンガポールのチームが集まってて、ベトナムのチームが集まってて、アメリカのチームが、えー、オフィスに集まって、でみんなで入って、えー、全員で、えー、話をするような、えー、形ですあの。英語については、えー、っと一定通訳は入りますが、まああの、英語があった方がより会社をあの楽しめるかなというふうには思います。でえー、この日本、えー じゃあどういうグローバル、D1 からグローバルと、えー、っ言ってて、今、じゃあどういう組織の構造になっているかでいうと、あのー テクノロジーはすべて今インドで作って、インドとまあ一部ベトナムですね。ただ、あのベトナムのチームはインドにレポートするような形で、インドを中心としたリーダーシップチームがいます。プロダクトのヘッドは実はアメリカにいて、シリコンバレーあのパラアルトにいます。で、日本にもプロダクトチームがいるし、インドにもプロダクトチームがいて、それぞれのチームがアメリカにレポートするような形になっています。 コーポレートは今、日本に置いてるんですが、コーポレートはあの日本からグローバル全体に見ていて、実はあの、えー、アメリカ人とか、えー、カナダ人とかが日本のコーポレートチームでして、US もインドもシンガポールもこの日本のコーポレートチーム、あのノンジャパニーズ、今、実は中心なんですが、としたチームでグローバルを見るという体制に取っています。 で、セールスマーケティング、今、我々、あの最も重要な市場は日本です。で、日本の、えー、中で、えー、セールス、えー、チームがあって、セールスも SMB、ミッド、エンタープライズ、また、えー、チャンネルセールス、さまざまなあのチームがいて、えー、この日本のお客様に、えー、商品をお届けすると、えー、いうことをやっています。シンガポール、えー、は、まあ、シンガポールだけでなく、マレーシアやインドネシアにもチームがあって、この APAC 全体です、ね、あのをカバーするようなあの、韓国からオーストラリア、えー、ドバイまで、あの今、さまざまな国にお客様いますが、シンガポールからあのサービスを提供しています。カスタマーサクセス、日本は日本でやっていて、えー、アメリカも、えーまあ、を含むグローバル全体をインドのチェーン内というところから、えー、見ています。ですので、すの あの最初のセールスを、えー、シンガポールまたはインドネシア、えー、から行ってその後、えー、オンボードをチェーン内から行うであの日本のメンバーもそこに、えー、サポートで入っていくような形、えー、ということであのかなり、えー、と多国籍にあの一拠点一カ国一カ国、えー、オフィスを作っていくタイプではなくて、えー、あのセンターとなるような拠点を作っておあのヨーロッパも我々これからスタートします、えー、そうした時に、えー、グローバルワンチームとなってじゃあ,あの お客様の、えーまあえー、セールス、えー、契約をいただいて、その後オンボードをする部分を、えー、日本とインドからサポートをするというような、そういう、えーまあ、クロスオーバーな、あのーさえー 事業の展開のえ仕方をしているというのが非常に我々の会社の特徴になっていてあの、まあ、外資系で働かれている方とか働いていた方もいると思うんですけど外資系ってどうしてもあのアメリカが本国になるケース多いと思うんですけどあの我々、えーまあ、ある種本国という考え方なく、えー、全員がフラットですと。でただ、 オンボーディングは日本が今す一番進んでるんで、日本は世界に対して情報を提供するような役割を持っていて、あのオンボードの時はは日本にみんな来て、日本でオンボードをしてアメリカに戻っていく、シンガポールにインドに戻っていくというような形を今、 えー、取っていてい、まあ、そういう意味その日本初グローバル、えー、というのが、まあ、あのに日系の多くの製造業さんがされているような日本ウェイを世界に広めるということは一切我々考えてなくてむしろアメリカウェイでもなく本当にマルチナショナルな、えー、多国籍なあのチームを作って えー、フラットなあの国を超えたフラットな組織を作っていこうというような考え方で組織運営をしていると。でこれはあのおそらく日本の会社だと非常に珍しいタイプの運営で、まあ、こういった部分にあの興味を持っていただく方はあのひあのぜひご応募いただきたいなと思っているのとあとはあの じゃあ、じゃあ、えー、ゃあセールスをする、マーケティングをする、えー、そういったときに、日本だけになるか、えー、というと、あのもちろん、主は日本なんですが、例えば、えーと、今、韓国の立ち上げ、韓国だけちょっと日本から見ようかなと思ってて、韓国の立ち上げを日本のセールス、えー、ビジネス開発のチームが、えー、韓国を今見るというような、あのこういうポジションで、えー、とあのオープンを今しようとしていたり、プロダクトマネージャーでいうと、 今、PM、来日は2週間、シリコンバレーに行って、アメリカの立ち上げを PM が行っていく、シン,ヨーロッシンガポールの立ち上げも実は PM はシンガポールに行って、例えばカスタマーのオンボーディングとか行っているというようなことをやっていたり、こういう人がクロスオーバーで非常に動きやすいような会社の運営をしているというのも特徴になります魅力という一つですね。はい あの本当に多分魅力という点だと、ま,あ、まさにこのデイワンからグローバルっていうところかなというふうにはありますけれども、もしあの高見さん、補足とか何か他にもっとこんなところあるよっていうところがあれば、なんかそういう意味で言うと、あの外資系のなんか日本採用だと、どうしても日本事務所のなんか現場メンバーみたいな採用になっちゃうみたいなのに対して、ジョーシスの場合、本当に真にグローバルなフラットの組織だから、しかも日本。 っていうところの入り口がグローバル組織のど真ん中に一番つながってるから、グローバル組織に入りやすいよみたいなのが魅力としてあると思うんですけど、松本さんにここも多分魅力だから、もうちょっと深掘りしていただいた方がいいかなと思うのが、そういう組織の中でのなんかフィロソフィーとかカルチャーみたいなところですごいプロフェッショナリズムとか、なんかあんまり細かいその 年次とか年齢とか関係なく結果を出せばどんどんなんか干渉範囲が広くなっていってその成長機会があるよとかそういうなんか組織運営上のなんかフィロソフィーカルチャーみたいなのもすごいいいなと思うんでぜひ触れていただいたらいいかなって、うん、ありがとうございますまずですねえっと年齢を聞くのはもうハラスメントなので聞きませんと <laughs> あのそれは 若い方がいいわけで,だけではなくて、逆に50代、60代の方でも、一切年齢は、えー、と関係ないですし、実結構あの海外行くとあの、我々のメンバーもあの、シニオリティ高いメンバーも、えっと、たくさん、えー、います。ですので、なんかみんな20代、30代でやっているわけではない。ああすみません、年齢の話はあまりあの聞かないんですけど、多分見るからには、あのきっと20代ではないなという <laughs> あのメンバーは非常に我々、えー、会社多いです。で、逆に20代のメンバーでも、 あのその役員になるというのはまさにあのパフォーマンス次第で、えー、となっていきます。あのですので、えーと、かなりフェアな、えー、とパフォーマンス評価になっています。で、それに加えて、あのわあのまあ、私自身のこの事業を作っていく、組織を作っていく上で一番大切にしてあのいる、まあ、キーワード一つあるとするとあの、えー、トラストファーストという、えー、考え方ですね。でこの、まあ ご覧ににななられれてていいる皆様非常にプロフェッショナルなキャリア、えー、歩ままきた方多いと思いますでどうしてもこのプロフェッショナルな組織って、えー、最初入社をすると自分の力を証明しないといけないとで自分の力を証明して初めて仲間からあの認められるでこれってすごく非効率だなと思っていてかつあのオンボードしづらいあの状況に、えー、あるなと。 でそうではなくて最初から信頼されているっていうあ,のある種の心理的安全性と言われるものですかねあのそうすると思いっきり言いたいことを言えるしあの他の人も言いたいことを言ってくれてあの信頼をつあの築き上げることがパフォーマンスを最大化するために最も重要なことだと思っていてあの能力の高い人が信頼のない環境でいると能力を発揮できないんですよね。で えー、このじゃあ信頼ってどうやって作るかというとこれ信頼はあのアティチュード、えー、態度によってあの考え方によって信頼って作れるものだと、えー、思っています、えー、ですのであの最初に入った時にあのどんな人であれあのもう採用のプロセスしっかりするので能力はあると経験値はしっかりと持っているだからあの信じてえー、っと あの活躍できる環境をデイ・バンから与えて、えー、あの提供できるような会社を作っていきたい、あのこれは逆にさあの入っていただいた後も、どうしてもやっぱり能力を見極めたくなってしまう、でそうするとプロセスに介入して、えー、しまうで、これをやめたいなと、あのどんな人でも、えっと、信用すると。 もちろん、ただ我々あの、パフォーマンスに対してはフェアな会社です。ですので、デリバリー、えー、としっかりと成果を上げていく。えここは非常に高い目,あの目線を、えー、求めています。我々のバリューの一つに、Aiming High and Strive for Excellence。高い目標を掲げて、えー、そこに対して卓越性を追求した努力をすると。えー、ですので、しっかりと、えー、目標を高くして努力をする。あの目線を低い、えー、目標 カルチャーを作ってしまうと、あのこの世界を、えー、変えるような事業を作っていく、ソフトウェアを作っていくって、これなかなかできないので、高い目標はセットする、えー、けれどもあの、ま、みんなから信頼される、であのウィニング・ア・ザ・ティームという、あのこれも一つのバリューなんですが、チームで勝ってい、えー、く、えー、こういったカルチャーを作っていきたいというふうに思っていて、まあ、このトラストファーストの えー、組織を作る、えー、で、あ、まあま今、えー、そういう組織にしているつもりではあるんですが、まああのそういう、えー、カルチャー、そして、えー、ダイバーシティがあってグローバルで、えー、フェアで、あのみんながあのもう一つのバリューで言うと、オーナーシップアカウンタビリティですね。あの4つあって、オーナーシップ、アカウンタビリティ、トラストトランスパレンシー。えー aiming high and strive for excellence, winning as a culture, winning as a team, というこの4つ、こういったあの高い目標を掲げて、チームで、えー、あの成果を上げていく、そしてみんなが信頼し合う、みんながオーナーシップを持って、えー、アカウンタビリティ責任、説明責任を果たしていく、えー、こういった会社作りを、えー、と今しているというのが我々のカルチャーになります。いや、本当、ジョーシスという会社そのものが、松本さんが 大ぶりして大きなチャレンジをしているからこそ、組織としてもその大ぶりしてチャレンジをする人を、なんか後押しするし、支えるしみたいな感じがすごいあって、なんか大きなチャレンジしたい、大きな成長したいみたいな人にとっては結構天国なんじゃないかなって、うん、まあ、投資家として見ていて思いますね。 そうですよね。本当にこの今まさにお話しいただいたこう組織のま構成というところもそうですしそのカルチャーというところもあのやっぱり他のスタートアップでなかなかない独立性というのをすごく感じているところなのであのここはぜひ皆さんにも知っていただきたいなというふうに思っていたのであの今日お伝えできてよかったなと思います。 それではです、ね、最後にあのぜひお二人からそれぞれ一言ずつあの今後あの目指していく方向性というところとあと高宮さんからは、まあ、期待していることというところもコメントいただけたらなというふうに思っているのでまずは高宮さんから一言いただいてもいいですかいや本当に冒頭に申し上げたように、まあ、上司ス松本さんは1兆円どころか10兆円にもチャレンジできるもしくはその世界で勝つことにチャレンジできる入場券を持った資格があるすごい。 会社だと思っています、まあでその中で本当にやっぱりその j o s という会社そのもののためでなくそのいろんな人がその中でエンパワーされて自己実現していく成長していくみたいなところになりうる場だと思っているのでぜひですねそのま o、あ、s 側としても今今日松本さんにおっしゃっていただいたところを継続して 維持ししていっていいいったただきたいですしそこにまあ参加してくれる皆さんもお互いに多分刺激し合ってその場の力をより強くしていくみたいなところはあると思うのでぜひあの大振りしてチャレンジしたい人大きく成長したい人は本当上ョーいいんじゃないかなぜひ上質という場の力を使って場をさらに強化するみたいないい循環になっていけると思うんであのそのあたり 期待してます。はい、はい、ありがとうございます。そしたら、最後に松本さんからも一言いいですか。はい、ありがとうございます。あの、本当、は高宮さんにおっしゃっていただいた通りなんですが、あのー、まあ、今、ジョス、まだ、実は、えっと、会社と設立して、えっと、二年、えー、三年目になってない。まだ二年目の、会社です。で、次、三年目に二月になると、え、いう、あの、出来立て、ほやほやの、会社です。で、その中で。 あのやっぱりこれあの10年20年経っていくと2年目3年目の入社ってもう本当に創業期創業メンバーに近いようなあの会社になっていきますでこの創業期のメンバーであの私がすごく意識したいなと思っているのがカルチャーをどう作っていくかとでこのカルチャーというのはあのなんですかねあの目線ですね どういうスタンダードを持って、どういう目標を掲げていくか、これをとにかく高い目標を掲げて、高いスタンダードを掲げたカルチャーを作りたいと。でそれはグローバルで一律で、そういう、大きいまさに大振りできる、全員が大振りして、チームでもちろん振ったとき外れることもありますとで。ただ、やはり振らないと前に進まないなと。 あのメルカリ、A、さんが2014年、えーまあ、あのまさに高宮さんが <laughs> あの投資をして、えー、すごく大,大振りをして日本を変えるような会社になっていったであれはやっぱりカルチャーとして高い目標を掲げて大きくバットを振っていく会社があってあの今回上質は、えー、本当に世界でもっ もう大きくバットを振るう会社を作りたいと思いますし、それが5年後、10年後、15年後、世界を変えていくサービスを作っていく仲間になっていく、その基盤を作っていく仲間を今、一緒に今募集したいなと思っておりますので、ぜひ上質に興味を持っていただいた方、アプライしていただけると嬉しいなと思いますよろししくお願いします。 はい、ありがとうございます。今日はですね、あの上司の松本さんとそれから担当キャピタリストの高宮より、あの上司の魅力というところについて事業そして組織あのこれからというところすべてたんまりとお話しいただきました。お二人ありがとうございました。ありがとうございます。